今日はこちらどうぞ。銀になってる、かっこいい。これいつのやつよ。書いてないよとか。書いてない。わあ、すごいね。うん。明治23年って書いてある。まあ、明治より前だね、23年。はい、28日狂言ラウンジで使う消息です。今日はどちらへ？今日はこれからフランスから来てるマーヤさんの個展に顔を出してから奈良県人会での講義ですね。頑張ってください。はい。もう話す内容は決まってますか？決まってます。さっきからいろいろ話しかけてるとちょっと静かにしてって言われます。集中したいんですよね。分かってます。だから黙ってます。マーヤさんです。どうもこんばんは。ボンソー。ボンソー。今日フランスからですね。フランスから。今日フランスから、はい、こちら銀座の方に来て、おかげさまで、もう何年ぶりですか？日本は約半年ぶりぐらいなんですけど、ただこういう大きな展覧会は3年ぶりです。よかったら10月27日まで、はい、やってます。銀座の1丁目のギャラリー和田さんに。ギャラリー和田さんです。皆さんの知ってるところで言うと、多分ナオトラ、ナオトラの NHK の大河のナオトラの大事はマーヤさんが書かれてます。まあね、ナオトラはマーヤさんが書かれてます。はい、今フランスで、あと狂言ラウンジも、狂言ラウンジもありがとうございます。というマーヤさんでございました。それと今日ね、オンラインで参加いただいた方、たくさんの方ね、オンラインでも今日のね、講演聞いていただきました。オンラインの方、参加いただいた方、どうもありがとうございました。はい、ラスト